HTC Desire SoftBank X06 HT は HTC が開発し、ソフトバンクモバイルが販売する WCDMA および GSM 通信方式に対応する Android OS に搭載したスマートフォン。2010年4月27日発売。2010年7月29日に予約締め切り、販売終了。販売終了後に2010年9月下旬以降。 発売、2010年8月3日より予約が開始されるメインディスプレイが UKL から TFT 液晶に変更された X068C についても記述する。2010年11月8日、Android 2.2へのアップデート後、Android マーケットのアイコンが表示されなくなる場合があるという不具合が発覚した。 端末を工上出荷時状態にすることで解消される。バックアップを取らないとデータはすべて消える。2016年1月14日以降、ソフトバンク Wi-Fi スポットのログイン認証処理で、社 -2 以降の方式による暗号化認証の完全実施に伴い、Android 2.2X 以前の OS が社 -2 に非対応であることから、利用不可とする措置を取った。 利用を継続したい場合は、対応可能な端末への買い替えが必要となる。HTG Desire X06 HT7 月29日で予約締め切り、販売終了へ、IT メディアニュース、ハットディスプレイを TFT に変更した、HTG Desire X06 HC から、携帯ウォッチハット、HTC、h t c Desire と Nexus One のディスプレイを、 スーパー LCD に変更することを正式発表ダッシュ GAPSIS.jp ハット HTC Desire にモデルの不具合情報。ありがとうございます。